ゆらゆらうとうとする子猫。懐は気持ちよくて動けないのです、おんぶ。飼い主さんの懐で、うとうとする子猫。少し肌寒い日は、ほんわかあった貝場所からなかなか抜けられないのは、人間も子猫も同じですね。安心してうとうとする気持ちよさは、本当によくわかります。でも、子猫の手を支えている飼い主さんにエールを送ります。飼い主さんに抱っこしてもらって、安心してついうとうとしてしまった子猫。眠るなら横になって眠ればよいと思うのですが、この暖かさからはなかなか抜けられないのでしょうねから。でも、私だけでしょうか。うとうとしている姿が、少しゆらゆらしているようにも見えて、寝ているのに。音楽に乗っているようにも見えます。ゆかららゆかららして、とても気持ちよさそうな動画を見ていたら、あることに気がつきました。これを読んでいる方に、ちょっと試してほしいことがあります。子猫のうとうとと、体が揺れるタイミングに合わせて、歌を歌ってみてください。曲名は、大きなのっぽのイニシエトケーです。いかがでしたか？リズムがぴったりとはまりませんか？それにしても、子猫が起きる気配が全くないですねから音符。カメラが近づいても、はっと目を覚ます様子もなくうとうと ZZZ。動いた方がいいかにゃから、でも気持ちいいからいいかにゃから。そんなことを考えているのでしょうかね。しょう。うとうとと気持ちよさそうな子猫の動画は、こちらから見ることができますよ、音符。興味があったら見てみてくださいね、音符。